ノビグラードは、クロアチア西部イストラ軍の町、基礎自治体。クロアチアには、ノビグラードと名付けられた同盟の町が3つあるため、特に、ノービグラドアイストスキーとも呼ばれる。古代ローマのビラを発祥とし、4から7世紀にかけて、次第に町として発展していったものと考えられている。ノビグラードが最初に文書に現れたのは6世紀の、グレゴリウス一世の手紙においてであった。 フンゴの遺跡から7世紀には、スラブ人の入植があったものとみられる。8世紀末から9世紀初頭にかけては、フランク王国のカール大帝による統治を受けた。ベネツヤ共和国が勢力を伸ばすと従属した。13世紀から19世紀までは伝染病と、戦争により、打撃を受け、特に16世紀と17世紀には、町はほぼ過疎化していた。 19世紀後半から復興が始まり、20世紀には2つの世界大戦を経験したが、20世紀後半にはリゾート地として発展した。2011年の国勢調査によれば、ノビグラードは、総計4345の人口を数える。人種別で見ると、クロアチア人が66.42%を占め、以下イタリア人が10.20%、 アルバニア人3.36%、セルビア人2.83%、スロベニア人2.09%と続く。表、ノビグラードの人口推移も参照。ありがとうございます。